ファンセントロは2017年に開始されたサブスクリプションベースのウェブサイトプラットフォームであり、アダルト動画のパフォーマーやその他のインフルエンサーがプライベートアカウントへのアクセス権を販売できる。各種ソーシャルメディアサイトでは性関連コンテンツ作成者のアクセス遮断とシャドウ版が横行しているが、このサイトによってファンはパフォーマーから直接的にコンテンツを購読できるようになった。 ファンセントロ、アンリバンズ、ジャストファーファンズなどのプレミアムソーシャルネットワークの台頭はポルノ業界の構造に大きな変化をもたらしている。パフォーマーは自らの仕事から継続的に利益を得ることができ、労働条件をより適切に管理できる。ファンセントロはセックスワーカーの権利を擁護するよう声を上げてきた。日本にはルジのサービスとして袋閉じがある。 ファンセントロプラットフォームは個々のアダルトパフォーマーが独自のサブスクリプションウェブサイトを作成できるモデルセントロツールの成功を受けてアダルトセントロのスタンフィスキンとアランホールによって開発されたソーシャルメディアや外部の訪問者に依存していた以前のプラットフォームとは異なりファンセントロはプラットフォーム内の既存の視聴者から新たに視聴者を構築する機能を コンテンツ作成者に提供しました。2019年5月、ファンセントロは、マイアミで1週間の無料ワークショップハウスオブ、ファンセントロを立ち上げ、コンテンツの改善を目的として、プラットフォーム上のモデルとプロの写真家を結びつけた。2019年の後半に、ロサンゼルスで、2020年にコロンビアのメデジンで、別のハウスオフェンセントロイベントが開催された。コロナウイルスの発生後、 その後のイベントはキャンセルされた。2020年のコロナ禍において主なアダルト産業が停止された後でもこの有料ソーシャルネットワークは大幅な成長を遂げた。ファンセントロはコロナによるシャットダウンの最初の数週間で新しいユーザー登録が65%増加したと述べた。2020年5月までにこのサイトは19万人を超えるパフォーマーを有し、 過去2ヶ月だけで1万9000人が新たに登録された。ファンセントロはプラットフォーム上のインフルエンサーに対して人々が家にいることを奨励し、コビット19ウイルスに関する誤った情報と戦うよう奨励した。2020年9月、ファンセントロはポルノインフルエンサーへの影響力を持つオンラインビジネススクールであるチェントロユニバーシティを立ち上げた。 このプログラムは2年間に及び開発されてきたが、2020年のコロナによるアダルト産業が停止している最中に多くの新しい人々がプラットフォームなどを使用してアダルトコンテンツを販売し始めたため、優先して開発されるようになった。マーケティングとプロモーション、映画とビデオの制作、プライバシーと検閲、健康と安全、その他の科目のオンラインクラスは、 セックスワーカーによって教えられ、プラットフォームを使用するすべての人が無料で利用できる。他のプレミアムソーシャルネットワーキングプラットフォームと同様にファンセントロを使用すると、コンテンツクリエイターがファンと直接対話し、アダルトコンテンツを直接販売することができる。ライリー・レイドが勝者を発表2019年6月、ファンセントロは、 ミコノスからイビサまでのガムボール3000チャリティーレースでランボルギーニュウルスを講演した。ランボルギーニはマイアミのブラックテーププロジェクトとのコラボレーションの一環としてファンセントロブランドのスタイルと色に一致する色付きのダクトテープで覆われていた。ファンセントロは同時にランボルギーニュウルスのプラットフォーム上のモデルへのプロモーションプレゼントを発表した。 プラットフォーム上のモデルが獲得した69ドルごとに1枚のラッフルチケットが発生した。10月12日、ファンセントロはロサンゼルスでポルノスターのライリー・レードが主催するラッフルを実施しました。ポルノスターのレラスターがランボルギーニを得た。ありがとうございます。